ハローこんにちは、 KT vs T1 始まりました。ちょっとポーズがありましたけど、ディードス問題かなと思ったけど、そんなことはなかった。オーディオ一周だったらしい。ランブルファーストピックからのゼリーアジール、さっき勝った構成だよ。 T1 完全に KT がシフトチェンジしたブルーサイドを選んで、ランブルからのバイタリア、バイタリア人気ですね。キョシック、やっぱ春調子が良かったチャンプに戻ったね。リーシンしかり、バイしかり。さっきリーシンは序盤は良かったけど、中盤から後半にかけてやることなくてダメージ6000だったけど、首さらされてたけど。でビエゴ、 T1 得意のビエゴ、やっぱバイ相手はビエゴが安全でもあるしやりやすいって言ってたね、オーナーも。でそれを見てデフとジンクス、そしてレオナ、アリスターじゃないんだ、アリスターのパフォーマンスいいのに。まあ、レオナのエンゲージに合わせてジンクスがトラップを張るっていうコンボがあります。デフトもなんか最近昔のキャラ使ってるね、前世紀よく使ってたキャラ、ケイトリンしかり、エズリアルしかり、今度はジンクスまで、超レートゲームジンクス。これ面白くなりそう。てかさ、これ賭けやろう、なんで賭けやんなかった。ハロー、こんにちは、 T1vs KT 2試合目、初戦は KT が序盤はマジで良かった、全連有利取ってギャンクも決めて素晴らしかったんだけど、序盤構成で畳み切れなかったね。 T1 はあえてドラゴンを捨てて、反対側トップ側で有利を取って、ゴールド差が全然離れてなくて、集団戦勝って逆転をしたと。いやでもあの序盤のね、完璧なスタート、あれで勝ちきれないのは痛いね。まあドラゴンの運もなかったけど、だけど4ドラ取りはしたが、2キル取られてバロン取られたんだよね。どのドラゴンでもちょっと厳しくはあったけど。でこのミッドのマッチアップ、さっきと一緒ですね。 BDD の得意のタリア、そしてフェイカの得意のアジール、トップマッチアップ、ファーストピックランブル。今ランブルのカウンターがないらしい、スカーの相手もランブルでいけるらしいしね。ただランブルやっぱプッシュしがちなので、スカーの相手プッシュしてフリーズされるとタワシャで持ってこられるから気をつけないといけない。で KT はミッド、タリアと、そしてジャングルバイ、バイのアルティメットにタリアがスキルを合わせる。タリアのスキルって当てるとね、すごい強力ですけど、敵持ってこれて当てづらいですから、バイのウルトがやはり確定で当たるんで、それに合わせて持ってくる。プラスタリアが石畳たたあのさ、まあ、出すから、他のキャラがフォローアップできないというか、 T1 のメンバーは入ってこれなくなっちゃうよね。1人だけ孤立しちゃうみたいな形になるので、まあ、それもまた相性があるのかな。でボトムではジンクス、レオナ、レベル2を先行されるんだったら下がらなきゃいけない。 T1 アラカンはブリンクがあるので逃げれましたね。E を取ったか、レベル1で。これボトムででかいウェーブを作って、レベル2先行してガンガン押すんじゃなくて、ラストヒットだけ取ってでけえウェーブ作って3レベで、まあ、ゼリーを殺せたらベスト。トップ。P さん。ちなみに P さんってどういう意味？だからニュアンスは分かるんだけど。韓国に来ない。オーマイガー、ソロキル、スカーナフリーマッチアップって聞いたんだけど、さすがゼウス、何を使っても連戦爆発エア。レベル3先行、壁ドン Q、 また拾って W でスロー与えて、あールーンでフィニッシュかな、スコーチ入れてたかな多分、おいび。完璧なレベル先行ですね。やっぱレベル先行大事よ。パッシブだと思う。ああそっか、スカーナってパッシブあんのか、毒ダメージみたいな、ドットダメージがあるのか。何でも持ってんだお前。그리고장기적으로봤을때스카노가큰다는거다제가 KT 한테는엄청난압박이에요당장징크스같은챔프만해도요즘징크스가힘못쓰는이유여러가지중에バックを止めた。ベリル많이나오는것도있겠지만이제일정아이템これでかいですからね。先にバックされちゃうと
그냥죽수가그친구몇대치다그냥한타끝나거든요아그럼안되는데요특히스카노가아이야됐어지금지금스가뭐몇대때리지레오나가하이뜨기니와좀더리스크가아르노데이그나이트をつけて자이거흐트러지면은정말어렵습니다한번다른쪽에서뭔가방법을찾긴찾아야겠습니다만데포트가역할을해야죠람브루온의퍼스트픽을してこれソルケルはやばい KT は構成的に自分たちから突っ込むと強いけど突っ込まれると弱そうだねタンクもいないしジンクスを選んだジンクスを守るっていうのもまあ強いんだけどアイバンとかでルルとかででもやっぱメタ的にそうじゃないし G2 ぐらいだしアイバンやるのなんかバイタリアで突っ込んでレオナも突っ込んでランブルのウルトも射程長いから突っ込んでそこでジンクスのロケットでキル足取ってでそこからジンクスのパッシブ発動みたいな構成だねバイのウルトで確実に1人ぶっ殺す構成でそこからパッシブ発動したジンクスがまあまあアウトジンクスねウルト結構ダメージ出るから敵が止まってくれれば CC で捕まえちゃえばすごいダメージ出るんでそんな感じの構成取るチーム多いよね昔はアイバーンとかさルルとかさ分かりやすくプロテクトしてたけど今はもう味方が突っ込んでジンクスがウルトでフィニッシュそれが理想だね自分たちから入っていければその展開作れるけど逆に T1 側からエンゲージをするとそれを守りで使わなきゃいけないんでまあ、KT がうまくそれができるかどうかだね、まあ、バイってそういうキャラだしゼウス避けるよ5対5レベル5対5サポートはお互いに寄っていくミッドの主導権はフェイカー先にバックして先に戻ってきたアジールでラカンが戻ってくるまだゼリーがバックしてないのでタワーダイブするカレコは出ないなのでラカンもバックしてトップに向かうレオナが行っているのでここは T1 ギブりますねラカンがいないケリアもバックしてミッドにそのまま直行これグラブ3つ取れるのでかいぞ T1 は敵がグラブ取ってるのは分かってるんだけどドラゴンにつなげることはできない一旦ビーゴがファームを効率よく食わなきゃいけないのでキャリージャングラーだからね、まあ、また構成的に T1 の方がレートゲーム強いかなさっきはエズリアルだったから KT はレートゲームの希望すらなかったけどそれでもジンクスがいたとしてもジンクス守れる構成ではないので T1 の方がレートゲーム、まあ、シンプルだし強そうレートゲームはしかし序盤は KT 上半身が強いですねランブルタリアバイ スカーナースケールいいの、あ最大体力の 15% を削る割合ダメージ持ってるから悪いことはないんじゃないか、タンクはみんな超良くはないよ、みんなダメージに負け始めるから、でもランブルもそんな良くないんで、まあ同じぐらいじゃね、役割が違うぐらいで、ただスカーナーはな、普通にウルト当てたら最強だし、やれることは多いよ、ランブルは基本ダメージしか持ってこないので、座っていれば強いけど、レートゲームはね、ちょっと微妙。10% になったよ、うん、このパッチはまだ適用されてないから新しくないから 15% のままでございます。ここねジンクスのトラップもえぐいな、レオナジンクスプラスバイ、確実に1人をバイのウルトで捕まえてレオナが合わせてジンクスのトラップ CC 合わせがとんでもない、ウルトもそうだしトラップでもいけるとちゃんと考えられている構成だ KT、 やっぱジムたちから仕掛けるとノーアンサー、 T1 機動力はとんでもないけどね、みんな
ラカンゼリーアジールビエゴスカーナ全員機動力はあるけどこれはもう無理だ受け入れるしかないねウェーブの状況が悪かったこのウェーブをパパッとプッシュして帰りたかったところを狙われてしまうしかし T1 はね序盤結構負けても、まあ、さっきみたいに逆転もするチームだしなんだったら自分たちからスローしてまた勝っちゃうからねあ問題はないとは思うんだけどだけどジンクスに切るかレフトにキル集めるのいいでトップはソロキルは取ったんだけどやっぱりファームはあんまりスカーナ食えてませんランブル連戦が強すぎるじゃあゼウスカナラゴンダメニョデスイユダルモチューノダウィンパフェクションフィオジェシプンタクチナミラ1対1はゼリーでは圧倒的だぞ1대1로남겨지면항상그제리의변수가있어서조심해야되는듯해요일단흐름상은육류층싸움쪽에라칸뭐와모그이끄는거나좀날것같은데요티온도신경은약간쓰고있고요30초정도남았어요최근서포터쇼대와모그다가라네잡고있는상황인데레오나가한턴바텀압박을해줄것으로보이거든요베리스라칸뭐와모그대상요くなさそうレジスタンスが上がる系がいいと思うんだよな、レオナしかり、アリスタのウルトしかり。ラカン相性悪いらしい、だよね。レオナ올라오는거올라오그냥올라오면내상대편이노릴수도있고요물론백업도있습니다서로지금시점에레오나는정말단단합니다だからラカン選ばれねえよな、レオナがマジでティアワンチャンプ。久しぶりだわ、バフもされてないの。만약 T1 이유충나눠먹기식으로위로올리면제리쪽다이브칠생각이거든요그렇죠마 T1 은네敵가突っ込んできたらジールのウルトだったりラカンだったり어느정도신경을쓰고있는데플러스기동력で敵をいなしながらビエゴがキル拾ってゼリーがスタック貯めてウルトのスタック貯めて反撃みたいな感じだね一回受けないといけない T1 自分たちから仕掛けるのはあまり得意じゃない基本受けしかしフェイカーならベタ足のジンクスベタ足のタリアベタ足のランブル全然捕まえそう結局は잘못굴렸다고봐야되니까지금은오히려그냥뭐육류층무난하게먹는거보다다른쪽트라이를한번노려본건데실질적인킬같은거를그렇죠근데 T1 도대처하니까그럼다시그냥이런거먹어도나쁠건없는거니까아그렇죠예그러니까못써먹어서아쉬웠을수있겠지만예일단먹자먹을수있는거예그러니까물흐르듯이4グラブ아래압박해봤다가4グラブだけ取っても時間かかるからファームクイーンに戻るね그러면서도또상황봐서또내려가네やっぱ4取れればまあ5まではいらねえか取れたらいいけど그부분에계속신경쓰는거같아요4で発動しますからねボイドマイトがドラゴンのタイミング合わせるためかドラゴンに合わせるために完璧なバックだねビッバイグラブ4集めてでワンキャンプ食ってでピンクワードプラスドスカイコンプリートジンクスキルは取ったのはいいけど CS をちょっと落としてる1対1でほっとかれてゼリーのソロキルプレッシャーもあってか CS はあまり食えていないでプラススタティックシーブ安いからねゼリーはワンコア出ている状況KT が取りたいと思うんだけどドラゴンはレッドゲーム不利だしダメージ조금씩탁탁건드려봅니다만와근데이게좀딜레마인게진짜원딜입장에서그리고그게팀입장에서도多分ジンクス帰ったらアイテム出るんだけど帰ったらドラゴン取られるっていうのもあってフェイカータリアフラッシュがないフェイカーフェイカーの曲流れてそう。いやー、このマッチアップね、最近アジールがウルトで持ってきてキルが生まれるときないんだけど、完璧なタイミングでドラゴン取れるよ、これ。
ドラゴン湧いてるタイミングだからね。タリアテレポートあるけど11秒よ。どっちもトップレーナーが来る。ラカンがバイの Q の A 章を見てバイの Q を止めた。しかしバイはウルトで入っていき、グマエシを捕まえる。デフトがパッシブを発動。ビエゴ衣替えできない。スカーナーがアルティメットで2人を捕まえているけど誰もフォローアップができない。ケイティやっぱ序盤強い KT か。少数精鋭の KT ファンたちが喜んでいるかね。 T1 スタジアム7000人入れるところ KT ファンは500席まで完全アウェーな KT。2試合連続序盤決めていく。しかも今回はさっきの試合と違って集団戦で勝ってるからでかいよ。いやー序盤強いね。ランブルのアルティメットもそうだし、やっぱゼリーがアイテムも必要だし、ゼリーの天敵がバイなんだよな。機動力はバカみたいになるけどバイのウルトからは逃げられないですからね。불려야되는입장에서나중에좋은쪽에우위를이용해먹는다이거되게이상한그림이거완전꼬이는거죠상대편입장에서그래서어떤식으로든그이상태에서우리가뭘해야된다라고방향성을정했던게정말좋았다는거예요네그정확한판단이렇게큰성과를냅니다급격히돈도변화를변화하기시작했고요특히나조합을바꾸면서이제이미시가좀과감해질수있는조합을꺼내들었다고말씀드렸잖아요この程度でアウェイがって言ってたら他のスポーツ見れない。他のスポーツはどんな感じなの？全く分かんないな、行ったことねえや。普通にブーイングとかは当たり前にありそうだけど。まあでも今のファイトで言うてそこまでゴールド差は離されてないし、 T1 ドラゴンも2個取ってるからね。次負けたらかなり痛いけど、まだレートゲームも有利な構成だし全然 T1 あるよ。うわ今回ドラゴンがまたケミテック、シケドラゴン来ました。サッカーのバルセロナのホームゲームとかすごい。サッカーはなんかエグいイメージあるな。アルティメット、ランブルのウルト、レオナのウルト、タリアの石畳、レオナのKT のこの構成自分たちから仕掛けたら最強マジで。あのアジールでさえも逃げられない。ウルトあってブリンクあるのに。ウルト4つ使ったよフェイカー殺すために。さすがに4つは死ぬな。いやバイの使い方うまいね KT。 春の構成に戻ってきたね。なんか新しいメタ、ジェンジーがやってるメタ。おいおいなんだこれ。しかしフラッシュがある。デフト、うん、これはねフラッシュを使わせた動きだね T1。 ジンクスがフラッシュなければこの座ってるジンクス軽く出すことは非常に困難です。結局ベタ足なんで。レオナのいいところはこれだな、フォローアップエンゲージだな。ノーチェラスは自分からエンゲージが強くてファーストエンゲージ、レオナはフォローアップ。レオナのウルトは基本当たらんから。バイレオナいいね。밸류라고볼수있는그챔피언들의성장세가여전히나쁘지는않거든요이런부분 KT 도조심해야됩니다、네、그렇죠특히이번에는 T1 이오히려용을먹어둔상태라서본인들이또저용을이제입맛에따라계속컨트롤하고있는드라곤3つ目 T1 곧가라드라곤스테하지메르가どう動く。ゼリーのアイテムが全然だな。ジンクスもう2コアだぞ。1回ゼリー帰りますが、2コアは出ないだろうな。出る、出たわ、普通に出たわ。
CS ちゃんと食ってる。なら T1 勝負しそう。무조건끊어야된다라고생각한다면이제좀더인원을갖다써서확실히뚫어야된다는얘기인데맞죠지금뭐20분넘어서위쪽에서뭐할수있는것도아니고탈리아가위로가려다가그래서다시아래로옵니다T1 포지션取っている。しかしフェイカーがいないから KT が突破するよ。これはどうするの？フェイカーテレポートするの？プレッシャーだけ与えてフェイカーが倒、いやこれは来るぞ。うわーっとこれは KT エンゲージミスった。 KT の問題はバイがドラゴンを触ってるからバイのウルトからじゃないのでレオナのスキルが当たらないことで、レオナのスキル当たらなかったからランブルのウルトも当たらなかった。これは中途半端なエンゲージになってるぞ KT。 しかしジンクスがデフトがなぎ倒す。いやー、ランブルのウルトもレオナのウルトもなしでこれかよ。バロンに向かうだと。トップとジャングラーを倒していってサポートも倒している。この HP で行くのか。いや無理があるくね。いけるのか。軽く足りるか。ジンクス2個は早くはない。正直マジで早くない。でいけるのか。ゼリーウルトはない。取って離脱ができるか。3人を失いたくない。2人はいいよ。2人は OK。 全員死んだらやばい。バイフラッシュ逃げれない。 BDD が壁を作りながら逃げる。おお、味方を守りつつ逃げた。 OK。 3人残ればいいね。いいこれ全然いい。シャトダウンゴールドも1個も取られてないし。うわー、かなり攻めたねこのバロン。壁うまかったしな。逃げ方も良かったし、守ったぞ味方。ジンクスもウルトから入ってったね。アシストもらうために。自分は殴れないからフラッシュなくて、ちょっとアシストを味方が倒した時用にウルトで AOE でダメージ与えて。やっぱジンクス1キル入ると、1足入ると止まらねえな。いや素晴らしい。バロン取り切ったよ。4000ゴールド有利。ミッドタワーこじ開けていく。ジンクスタワー取って、オブジェクト取った後もタワーインビタ取った後もアタックスピード上がります。しかも4グラブ、バロンタワーオールスピードが速い。おーまーい、さすがの T1 の構成もこうなるとガチできついね。시원하게밀고바텀1차눈에가시니까그쪽으로또회전해서아직도바론이많이남았어요。파워도먹을게많아서골드는계속벌어지거든요。와티원입장에서도좀당황스러울것같아요。이게순식간에막한타를몇번대패하고이것저것다뺏기는징크스가타워와전부가까웠대니까타워꺼왔으니징크스의골드가점점上がってく。こうなると T1 敵の攻撃なしで反転というよりかは自分たちから仕掛けてキャッチを狙いたいね。ジンクスをまず捕まえてから始めたい。使わなフラッシュウルトある。レオナが入っていく。そこにランブルがウルトをかけてゼウスが逃げられない。フェイカーテレポーター持っているが自分が行っても助けにならないと。いやでもこれバロン持ってないのに2タワー取ってるよ。全然いいよ、負けてるチーム交換はいいよ。フェイカーにゴールドが集まっていく。しかし KT はこの構成ゲームエンドもワンチャンある構成だ。ゲームエンドにプレッシャーを与えてフェイカーを戻す。フェイカー2タワーゲット。 KT は3タワープラスインヒビター。まあ、5対5できない状況なのでね、結局捨てるもんは捨てて逆サイドで取れるもん取ってできる限りのことはした T1。 しかしここでスカーナーもやられちゃったのはきつかったね。スカーナーが死んでなければアジールタワー取った後インビターにタワーテレポートとかしてインビターまでは守れた可能性もあるけど、
ゼウスが捕まっちゃった。빠른 시간에 지금 사이드 억제기를 깼기 때문에 여기서 이제 KT가 또 중요하긴 하거든요. 억제기를 깬 상태에서의 운영당연하지만가만히있으면상대가더큰단얘기니까그렇죠물론이죠속도에내는게중요하고치온도와이번에는진짜좀많이차이가레오나와모그컴플리트라칸은まだワンコは出ていない이제한번더미끄러지면게임끝이니까요ドラゴンは14秒 KT はここから4ドラ取るというよりかはドラゴンじゃなくてバロンを取って次のバロンでゲームを終わらせたいねレオナが裏にいるバイがウルト使うしかしゼリーはこれができるゼリーフラッシュ使って壁を越えたゼリー普通のブリンクだったら死んでたけどあれができるのエグいよなタリア壁を出して孤立させてドラゴンのうわランブルのウルトすげえ綺麗に入ったラカンとスカーナ入るけど誰もフォローアップできないフェイカーイーサンショックどうなる ADC ギャップがあるしかしランブルが全てを燃やす BDD BDD テレポート使った T1 スタジアム KT ファン500人どうなってる現地民 T1 が勝った時と KT が勝った時違いはありますかKT マジで雑魚チームだったのにピックを調子よかった春に戻して完全アウェーな状況でいい試合するね完璧だ試合運びだQ1 チームが2位チームに1-1に持ってきた次がラストいやー面白くなってきたねいやーやっぱパーフェクト強いなランブル強えソロキルされたのに